二人のシーズンやシーズノットゼアで知られるザ・ゾンビーズ。今回はザ・ゾンビーズの結成から解散までを見ていきましょう。メンバーはキーボード、ボーカル、ロッド・アージェント、ボーカル、コリン・ブランストーン、ギター、ポール・アトキンソン、ベース、ボーカル、クリス・ホワイト、ドラム、ヒュー・グランリーです。ゾンビーズはロッド・アージェントが高校で、ポール・アトキンソン、ヒュー・グランリーと組んだバンドが母体になっています。コリン・ブランストーンとポール・アーノルドが加わって5人組になりました。当時マスタングスというバンド名でしたが、同じ名前のバンドがいたため、ポールの提案でゾンビーズに改名します。え、なんやって？他にマスタングスっておんの？そやね、だからバンド名変えなあかんねんけど、なんかいいのある？はーい、じゃあもう絶対被らなさそうなゾンビーズがいいと思います。ええやん、それ、それでいこう。その後、改名を提案したポール・アーノルドが医者になるためバンドを脱退します。ごめん、名前は決めたけど、俺やっぱ医者になるからやめるわ。頑張って、ゾンビーズ。後任としてクリス・ホワイトが加入します。卒業が近づき、バンドは解散を決意しますね。まあもう僕らも卒業なんでね、バンドも解散するっちゅうことで、最後にね、まあ記念としてこのハートビートコンテスト、これみんなで出てみましょう。記念として地元で開催された新聞社主催のコンテスト、ハートビートコンテストに出場します。卒業記念で挑んだこのコンテストで優勝してしまいます。このことがきっかけで劣化レコードと契約を結ぶことになりました。あれ、記念のつもりやったのに、なんか優勝してもうた。いやー、君らのデモテープ聞かせてもらったよ。むちゃくちゃええやん。うちからデビューして。あれ、俺卒業記念で出たつもりのコンテストで、なんかえらいことなってない？まあいいか。バンドは64年シーズノットゼアでデビューします。この曲はイギリスで12位とヒット。ねえねえ、俺たちって結構すごくない？さらにアメリカでは2位の大ヒットを記録します。売れてる、売れまくってる。同年、リーブニービーをイギリスで発売しますが、セールスは伸び悩みました。まあそんなもう、まあ、全部はヒットせえへん、そら。しかし、アメリカで発売したテルハーノーは全米6位とヒットしました。あれ、やっぱ俺らすごいんじゃん。アメリカでむっちゃまた売れた。65年1月、アメリカでの人気を受け、アメリカ先行でアルバム、ザ・ゾンビーズを発売します。同年4月、イギリスでのファーストアルバムとなる、ビギンヒアが発売されます。アメリカでのデビュー曲と2曲目のヒット以降、バンドはヒット曲に恵まれませんでした。あれ？最初の勢い、どこ行ったの？この状況を打開するため、バンドは CBS レコードに移籍します。よろしくお願いします。よし、絶対に売れるアルバム作ったんぞ。CBS への移籍後、アルバム制作に取り掛かりますが、ヒットが出ない状況に危機感を感じていたポールとコリンは、レコーディング中に不満を募らせ、人間関係が悪化していきます。いやー、なんか納得いかんこといっぱいあるわ。とりあえず売れへんし。いや、もう頑張るしかないやん。頑張ろうぜ。いや、もう俺たちは12月のライブをもってやめますわ。12月に行われたライブを最後にバンドは解散します。バンドはアルバムのモノラルミックスを CBS に提示しましたが、 CBS はステレオミックスも要求してきました。すでにアルバムに必要だった制作費を使い切ってしまっていたために、ロッド・アージェントとクリス・ホワイトは自費でステレオミックスを作成しました。アルバム聴かしてもうたけど、モノラルしかないやん。当然売るんやったらステレオも作ってもらわな困んで。マジか、予算全部使ってもうてんで。自腹、
切るしかないか。はい、大丈夫っす。あのステレオも作って持ってきますんで、お願いします。68年4月アルバムオデッセイ&オラクルがイギリスで発売されました。素晴らしい作品に仕上がりましたが、当時のイギリスでは売れませんでした。イギリスで売れなかったこととバンドがすでに解散していることを踏まえて、アメリカの CBS は発売を躊躇していました。しかし当時 CBS のプロデューサーだったミュージシャンのアル・クーパーがこのアルバムを聴き絶賛。アル・クーパーの力添えもあり、アメリカでもアルバムとシングルが発売されました。ちょ待って、このアルバムむちゃくちゃええやん。これ絶対売れるやん。シングルカットされた2人のシーズンは69年3月に全米チャート3位の大ヒットを記録します。売れた。俺はやっぱり間違ってなかったんや。いやー売れたな。売れると思っててん俺。そこでなんやけど、新しい曲シングルとして出したいねんけど、どうにかできる？仕方ない。俺が新しいバンド用に作った曲、あれをゾンビーズの曲として出すか。了解です。なんとかしますんで待っといてください。このヒットを受けて CBS は新作の制作を依頼。しかしバンドは解散していたため、ロッド・アージェントは準備を進めていた新バンドアージェントのために作っていたシングル「イマジン・ザ・スワン」をゾンビーズ名義で発表します。しかしヒットしませんでした。続くシングルとして If It Don't Walk Out を発売しますが、ヒットしませんでした。これによりアルバム発売は中止となりました。これ以降中心メンバーだったロッド・アージェントは自身の新たなバンドアージェントにシフトします。なお2人のシーズンがヒットしたにもかかわらず、バンドが解散状態だったのをいいことに、偽物のゾンビーズがアメリカでツアーをしていたようです。じゃあみんな聞いてくれ、俺たち最大のヒット、二人のシーズン。97年以降何度かコリン・ブラウン・ストーンとロッド・アージェントによって再結成をしています。2019年にはロックの殿堂入りを果たしました。短い活動期間でしたが、名曲二人のシーズンやシーズノットゼアなどは日本の CM にも起用されています。またアルバムオデッセイ&オラクルは名盤として語り継がれています。今回はゾンビーズの活動を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。